はい、ということで、ツムツムセブンスアニバーサリー、1日限定プレッシュ4、大耐久レースやっていきましょう。続いては王子ということでね、白雪姫に出てくる王子、なんと名前がついてない、ただの王子、プリンスということですね。やっていきましょう。ね、キング&プリンス、どっちでもいいんじゃないですかね。はい、スターボム出てくる、消えるかな。はい、早速、ジャファーじゃねえ、これはラジャーですね。ラジャー消していきましょう。で、魔人ジャファーもいるよね。あ、まさかのアラジンから2つのキャラが共演してくれるなんて、なんていい人なんだっていう感じでやっていきましょう。今のいい人なんだって全然言うつもりなかった。あ、チューするのかな、ねえ、今のね、なんていい人なんだはね、ホラーゲーム実況者で超有名なね、小島天一さんですね。本当に実況してみた、初めて爆笑しながら見てましたけどね、本当に。要はあんだけ口が回るなと思って、素晴らしいですよね。まあ、いまだにね、チューしない、このもどかしい感じがね、チューしたらいいのにな。もどかしい。まあ、それはいいとしてですね。ゲーム実況者さんね、まあ、いまだにその、バイオハザードもね、寝ないでプレイとか、あの人多分30なんだよね。そんな年齢でね、もう一晩中バイオハザードとか、ゲームの実況だけで、ずっとやってられるっていうのは、なかなかすごいと思うんですよね。20代後半ですけど、もうゲームで実夜するなんていうと、もう体力がないですよね。いや、っていうかね、もうプロの人たちはやっぱもう根性が違うんでね、みんなラッキーかなきゃいけないかなと思って、じゃあ僕何のプロなんだろうなっていうことを考えたら、まだ、ダメよね。見てる。なんでツンツンって言わないこなくちゃいけないのかよくわかんないんですけど。とりあえず、19個でーす。スターボム、来い。スターボム、難易度高くないっすか？で、しかも98万しかいってないっていうね。かー。マジかー。辛いねー。はっ、スターボム、頑張って。まだまだ、あと19分あるし、続きやっていきます。